こんにちは。こちらを今日は買ってきました。一平ちゃん、夜店の焼きそば、からしマヨネーズ付き、うまさ鉄板、ソース香ばしいマヨこってり、ソース練り込み麺ニュー、練り込み量 1.3 倍。おと、こつ盛りソース焼きそば、キューピーからしマヨネーズ付き、麺 130g 大盛り、買ってきました。カップ焼きそばは食べるの久しぶりなので楽しみです。ではお湯入れていきたいと思います。あ、お湯を入れていきます。でお湯入れて湯切りしていきます。はい、ということで、お湯入れて湯切りしてきました。こっちが一平ちゃんで、こっちがおつもり。よし、付属品混ぜていきます。わ、久しぶり、楽しみです。あ、で、なんで一平ちゃんとおつもりいっぱいあったんですけど、なんで一平ちゃんとおつもりを選んだかというと、どっちもマヨネーズがついてるからです。それで選びました。よし、うん、ソースのいい香りが混ぜって、マイビーム、マイビーム、マイビーム。で、おつもりの方も作っていきます。やっぱちょっと違いますね、微妙に。麺の太さが若干違う。おつもりの方若干ですけど、太めです。よし、まあ、そうです。よく混ぜて、よし、マヨ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 できました。こっちが一平ちゃん。うわー、うまそう。うまそうです。で、こっちがごつ盛り。うわー、こっちもうまそうですね。どっちも前分かった。一平ちゃん、ごつ盛り。こんな感じ。うまそう。では早速、あと味噌汁もあります。インスタント入れてきました。では早速、いただきます。一平ちゃんから食べます。うん、うん、久しぶりに食べたけどうまいですね。お湯入れるだけでいける、簡単で最高です。美味しい。うん、味噌汁もうまいです。それでごつ盛り、あ、そっか、これはよかった。こんな感じです。うまそうですね、マヨネーズ。うん、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 どっちもうまいです。ベーちゃん、マヨネーズ、うん、うん、
からしが鼻にツンときました。ちょっと待ってよ。ちょっと違いはよくわからないな。食べ比べてますけど違いがよくわからない。うん、なんか麺の感じが違うかな。こっちの方がちょっと麺が太いっていうか麺が太い感じがしますね。あ、こつもりの方が麺はちょっと太い感じで、一平ちゃんの方がちょっと味濃いめかもしれないです。ソース濃いめっていうかソースが多めっていうか濃いめなのかなんか分かんないですけど、そんな感じがします。それ以外はちょっと分かんないです。分かるのそれぐらいです。火薬はキャベツのこの火薬は一平ちゃんの方が多かった気がしますね。気のせいじゃなければ。うんうん、うんうん、美味しかった。今日はカップ焼きそば一平ちゃんとおつもり食べました。とてもどちらも美味しかったです。違いはあんまり分からなかったんですけど、どっちもとても美味しかったです。はい、久しぶりに食べたけどやっぱカップ焼きそばうまいですね。またいろいろ食べていきたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。ではバイバイ。